こんにちは、台無しキツネです。今日は清少納言枕草子を台無し解説していくよ。清少納言は1966年頃に日本で生まれた。清少納言は966年頃に日本で生まれた平安時代中期の宮廷人で、枕草子というエッセイを書いたとても有名な作家だよ。お父さんは清原の元助という貴族で、こちらもとても有名な詩人だね。元助は36歌仙の一人で百人一首にも選ばれているし、今昔物語にも逸話が今昔物語にも逸話が取られている面白い人だったみたいだよ。ひいおじいちゃんの清原の深やぶも古今和歌集の代表的な歌人だね。清少納言の文才は親譲りだったということだけど、親が偉大すぎて清少納言本人には少し引け目があったみたい。ちなみに清少納言がどうして清少納言と呼ばれているのかは不明だよ。清の字は清原の清だろうけれど、少納言はどこから来たんだろうね。少納言は貴族社会では中老寄りの下老を表す身分らしいから、清少納言の後宮における立ち位置もその辺なのかなと伺わせるけれど、その割に尊大なのが面白いところなんだよね。枕草子は清少納言が書き散らかしたエッセイで、紫式部の源氏物語と並んで平安時代を代表する名作だよ。何でも清少納言が仕える中宮帝司に紙が献上された折、帝司がこれ何に使おう、帝のところでは芝線の式を書き写したみたいだけれどとぼやいたのに対して、清少納言がそれなら枕でございましょうとお返事したところ、帝司がそれだわ、あなたが書きなさいと命令されて、な無茶なと思いながら、わけのわからんことを書き散らかしたのが枕草子の始まりだそうだよ。ここで枕でございましょうとは何のことかが問題になるけど、これも諸説ありすぎて意味不明だよ。有力説は寝具の枕のことだという説、芝線の式を式折々の式と読み替えて式を冒頭にした随筆を書くことにしたという説、作家の参考書である歌枕のことだという説など様々。狐はこれらの説の折衷案で良いと思うね。一つの言葉に複数の意味を読み込むのは和歌の基本だからね。ちなみに枕草子という名前は清少納言がつけたものではなく、現在狐たちが読んでいる枕草子も清少納言自身が編纂したものではないよ。原点がどういうものだったかを復元するのはいつの時代も難しいね。あと枕草子を枕草子と呼んだらエロ本って意味になるから注意してね。エロ本と区別するために枕草子と読むようになったという噂がまことしやかに流れているよ。いずれにしても枕草子が元は創作ノートだったという視点は後々重要になるから覚えておこう。枕草子に書かれた内容を簡単に分類すると次のものになるよ。1、類散的商談。2、随想的商談。3、
日記的商談。どの文章がどの商談に属するかは諸説入り乱れているので、狐は適当に紹介するよ。類産的商談はいわゆるものづくしというやつで、特定のジャンルに属する物事を羅列するくだりだよ。歌枕として和歌創作の元ネタになるとともに、取り合わせの妙が味わえるね。例えば、心ときめきするもの、すずめの子がい、すずめの子がい、稚児遊ばせる、稚児遊ばせるところの前渡る、よき炊き物炊きて一人伏したる、空鏡の少し暗きを見たる、空鏡の少し暗き見たる、暗き、少し暗き見たる、空鏡の少し暗き見たる、よき男の車とどめて穴石問わせたる、頭洗い、頭洗い、化粧じて香ばしゅうしみたる子供など来たる、ことに見る人なきところにても心の内はなお意図おかし、待つ人などのある夜、雨の音、待つ人などのある夜、待つ人などのある夜、雨の音、風の吹きゆるがすもふと驚かる。カタログ的な羅列は組み合わせ次第でそれ自体が詩文になる。狐が思い出すのはボルヘス、エル・アレフだね。ちなみに類産的商談には中国の李義山、雑山という元ネタがあると噂されているよ。中国古典を念頭に置きながら日本的にアレンジするというのは日本の古典にはよくあることなので、むしろどのようにアレンジしたのかを考えたいね。類産的商談には毒舌まみれの下りもある。見苦しいもの、色黒の醜い女がガリガリの男と真夏に昼寝しているのはマジでみっともない。ブサイクなんだから夜見ろよ。夜ならそのブサイク面も見えないのにさ。身分の高い人なら昼寝してても風情があるけど、醜い奴がテラテラ叱って歪んだ寝顔を突き合わせているのを見ると生きてる価値ないよ。言い過ぎじゃないか。現代なら炎上必至だね。実際当時から炎上してたっぽいね。他には片腹痛き者として可愛くない赤ちゃんを可愛がってモノマネしている母親にはイラッとするとかいうものもあって、本当に炎上すればいいと思うよ。ただ炎上前提のコミュニケーションを清少納言自身が目指しているのではないかというのが狐の見解で、これは最後に述べることにするよ。随想的商談は現代でいうところのエッセイで、自然とか人生について真正面から批評したものだよ。案外穏やかな内容のものが多く、学校で習う枕草子はおおむねこのイメージに基づいているんじゃないかな。超絶有名なのはその冒頭だね。春は明けぼの、ようよう白くなりゆく山際少し明かりて、紫立ちたる雲も細くたなびきたる、夏は夜、月の頃はさらなり、闇もなお、蛍の多く飛び違いたる、また、ただ一つ二つなど、ほのかに打ち光りてゆくもおかし、雨など降るもおかし、秋は夕暮れ、夕日のさして、山の葉糸ちこうなりたるに、カラスの寝所へ行くとて、三つ四つ二つなど飛び急ぐさえ哀れなり、まいて狩りなどの連ねたるが糸小さく見ゆるは糸おかし、日入り果てて風の音虫の音などはた言うべきにあらず、冬は勤めて
雪の降りたるは言うべきにもあらず、霜の糸白きも、またされでも糸寒きに、火など急ぎ起こして、墨もて渡るも糸つきづきし。昼になりて、ぬるくゆるびもていけば、日よけの日も白き灰狩りになりて、わろし。注目したいのは、自然風景に対する薄美な視界、聴覚触覚の鋭敏さ、三分とは思えないほどの引き締まった文体、そして特に冬の段において素朴な生活感への賛美を含んでいるところだよ。随想的唱段は元は歌枕のように詩の素材を羅列しただけのものだったかも、詩の素材を羅列しただけのものだったのかもしれないけれど、ここに清少納言の詩的なセンスと人間的な直感が加わったことで、歴史に残る一品へと昇華されたんじゃないかな。日記的唱段は、清少納言が仕えた中宮亭主のサロンでの日々を日記的に記録したものだよ。清少納言が仕えていた間に、中宮亭主は後ろ盾だった父親の藤原道隆を亡くしてしまい没落。20代半ばで崩御してしまうのだけれど、枕草子の中にはそうした悲観的な事情はほとんど記載されておらず、亭主と清少納言の穏やかな日々、ちょっとした仲違いや仲良し小良し、清少納言の機転を聞かせた自慢話などが満載なんだ。ここに政治的な都合を読み込むか、清少納言の前向きな心意気を読み込むかは受け手によって異なるけど、ユーモアに満ち満ちた内容であることは注目の一致するところかな。逆に好き嫌いが分かれる部分でもあるかもしれない。清少納言をいけすかないゴミ虫であるかのように論じる人もいれば、亭主の寵愛に甘えていつも得意げにはしゃぎ回っている大きなだだっ子だと愛する人もいるよ。狐が笑っちゃったのは次のくだりだね。御岳参りをするとき、身分の高い人まで質素な格好をしているというのに、助信孝という男はやたら派手な格好で現れたので、みんなびっくりした。彼が言うには、粗末な格好をするなんてつまらん。生かした格好で来れば神様だって喜ぶだろうよ。それにしたってド派手で、みんな呆れていたよ。とはいえ彼はその後ちゃっかり昇進していったものだから、みんな本人の言う通りになったなぁ、と思ったんですわ。この助信孝というのが紫式部の夫だったんだね。後年紫式部が紫式部日記で清少納言のことをこきおろすのだけど、案外これが原因だったのかもしれないね。とはいえ清少納言自身は助信孝のことをさほど悪く思っていなかったようにも見えるかな。あと忘れてはならないのは以下のくだり。文盲の下男が慌てふためいて寄ってきて、我が湯が焼けちゃいましたと泣きわめいたので、女房みんな笑ってしまった。私が、身膜さを燃やすばかりの春の日に、淀のさえなど残らざる乱と書いて渡すと、その男は文字が読めないものだから、これは何をくださるお書きつけなのでしょう、などとのたまうので、誰かに読んでもらえ、と追い返した。みんな、大笑いした。そこ意地が悪すぎんか？以上、枕草子の構造と代表的な例文を眺めてきたけど、みんなはどう思ったかな？こいつは思ってたよりたちが悪いと感じた人もいるかもしれないけれど、少なくとも認めなければならないのは、枕草子には
毒舌と愛嬌が同居していること。言い換えると自分と他者に対する批判的な眼差しがあることだね。枕草子には清少納言の自慢話が多いけれど、自己批判も意外と多い。有名歌人であった曽祖父の深谷部や父の元助の名誉を汚すまいと、自分ではなるべく和歌を読むのを控えているという告白がある。また他人の容姿をあげつらう一方で、自分の容姿にも自信がないと落ち込んでみせたりする。清少納言自身、他人を批判するとともに自分も批判される覚悟を持っていたんだろうなと思わせる節がある。実際枕草子はその後、文学的には批判的に流用されることになる。前述の紫式部も源氏物語の中で枕草子の描写を巧みに援用して見せているし、その他に代表的なところでは後鳥羽天皇の有名な春の歌がある。見渡せば山本霞む水瀬川、夕べは秋とぞ何思いけん。夕暮れは秋がいいという枕草子の一節を念頭に置きつつ、これを裏切って見せた一句ではないだろうか。また藤原の清助はこんな歌を詠んでいる。薄切りの間垣の花の朝じめり、秋は夕べと垂れかいけん。秋の朝は素晴らしいでしょう、誰だよ夕暮れがいいって言ったやつ、という。これも枕草子との批判的なコミュニケーションがあって初めて生まれる名句だね。枕草子が枕となることで、その後のあまたの文学的達成がなされることとなる。そうしてみると、清少納言のある種の暴力的表現は、真摯に受け止めたり共感して涙する類のものではなくて、むしろ読者が反論して初めて成り立つものかもしれないね。和歌が苦手といった清少納言も、老年になると巧みな和歌を読んでいたことが清少納言集によって知られている。枕草子の思い出は清少納言にとっても人生の枕となるものだったのではないだろうか。以上、今日は清少納言枕草子を解説してみたよ。ちゃんと台無しになったかな。それでは今日のところはごきげんよう。さようなら。また会いに来てね。次回もお楽しみに。